運動、食事、喫煙の後は30分ほど時間を空けてください。血圧に影響します。トイレもあらかじめ済ませてください。素肌または薄手の服装で測定をしてください。厚手の服装では脈動を正確に捉えることができず、正しく測定ができません。腕まくりをした状態も上腕動脈を圧迫してしまい、正しく測定ができません。血圧計の正面から少し横にずらして設置すると、足を課題の横に出して楽な姿勢で測定が可能です。左右どちらの上腕でも測定できます。背筋を軽く伸ばし、腕を肩口まで入れます。肘を肘当てに合わせ、両足は地面につけます。上腕測定部が心臓と同じ高さになるように調整します。高さが異なると正しく測定ができません。大きくゆっくり深呼吸をして、気分が落ち着いたらスタートボタンを押します。腕体が自動で巻かれて加圧が始まります。加圧後はゆっくり減圧します。腕体が開き、測定結果が表示されたら測定終了です。測定中は腕を動かしたり会話をしないでください。腕の振動や話す声の振動が脈動に混入して正しく測定ができません。測定中に気分が悪くなったり苦痛を感じた場合は、ストップボタンまたは非常停止ボタンを押してください。血圧は常に変動しています。1回の測定結果に一喜一憂せず、定期的に測定して異常があった場合は医師に相談してください。